グラスに描かれている船は1854年横浜港沖に来航した黒船の一つ大波丹号と言われています。横浜市開港記念会館は第二次世界大戦後アメリカ軍に接収され、講堂はメモリアルホールとして、いくつかのお部屋は女性兵士の宿舎として利用されました。接収当時、軍の関係者はこのステンドグラスに星条旗が描かれていることに大変感銘を受け、以後この建物を大切に使用したという言い伝えもございます。